レッスン12、単一格子、シングルフォトンズ。やっと格子の話に届きました。まずは今回のステップ1としては、オブザーバールと流出状態についてお話ししたいと思いますけれども、そしてこれのオブザーバールはいくつかがあるんですが、さっきのレッスンで,では Q8M と P8M の話をしましたよね。 そして、それが、それの交換子が i h バーなんですが、そして、この重要な演算子を紹介したんですよね。これが、消滅演算子と生成演算子なんですけれども、これが、これからはよくこの演算子の2つを使うんですが、そして、それの交換子が A hat, A hat dagger equal to 1です。 ですが、これが Observable にはなりません。これがエルミット演算子にはなりませんが、そうエル,エルミ t ト演算子だったら、それの公約がイコールになるんですが、それの AM と a m ダ a g が,がイコールではないんですよね。これがプラスとマイナスになりますから。そしてこれが Observable にはなりません。ですが、ハムト i l t があります。 h hat m イコール h bar オメガ m a hat dagger a hat プラス2分の1そしてこのナンバーこの n と数数演算子なんですけれどもこれもが n hat m イコール a hat m dagger a hat m になるんですねそしてこれの 電波と磁場な,なんですけれども、この数式を,を計算しました。そしてこれが、まあ、あとマイナスになってるんですが、これがその公約になってるんですが、今回にはその HC が,がエルミットコンジュゲットな,なのでこれ、これがエルミット交換ですね。そしてこれが H でなんですが、H hat M イコール H bar オメガのこの表現んですが、 h hat hem i m sub m イコール en n m, m なんですが、今回には m 書くのはだんだん面倒くさくなってきてるんですが、今回は一、えっと、つのモードだけは計算しますから、まあ、その m を消して、こういうふうには書くようにしたいと思います。そうすると、h イクワル h bar オメガ a hat dagger a hat plus 2分の1 h hat psi n e コール em psi n になるんでしょう。そしてこれがまあ、標準のこういう地方程式になるんですね。そして、Dirac の結果としては使うんですが、この en、これが、今回にはこれがエネルギーレベルなんですが、それが h bar オメガ n plus 2分の1。そして n e q u a 0, 1, 2あ整数になるんでしょう。 そして、これの演算子なんですが、これが、生成演算子と,と消滅の演算子なんですが、a hat psi n equal root n psi n minus 1そして、a hat dagger psi n equal root n plus 1 psi n plus 1になるんですね。それから、 n hat Psi n イコール小文字 n、uh, Psi n なんですが、これもこういう地方定式になるんでしょう。そうすると、こういうふうには、まあ、この Psi には計算することが多いなんですが、今回にはそれがこういうふうには書きたいと思います。そして、結論の中には n で書きます。そうすると、これが Number State あるいは f ァク State になるんですね。 そして、これが結構こういう記号を使うんですが、もしかして、量子計算を勉強したことあると思いますけれども、この桁の中にはこれがキュービットの期待の0、1などについての使ったことあると思いますけれども、今回にはこれが整数になって少し違う概念になるでしょう。そしてこれが エネルギーラーダルなんですけれども、それが,が証拠演算子になります。n equals そしてこの e ロこれがエネルギーゼロになるんですけれども、2分の1の H bar ガになります。そしてこれが k e t ロと書きます。それから、n、これが vacuum state なんですが、これが真空間の,の状態ですね。 それから n イコール1の場合、e1、この n イコール1のステートとしては、これが2分の3、h bar オメガになりますけれども、これが ket1 と書きます。そしてこれが、先ほどの生成演算子をかけて、これが a hat dagger 0になるんでしょう。そして続いて、 n イコール2の場合には e 2イコール2分の5 h パーオメガそして k に t 2はこういうふうには,にはなりますねとこの表現に,になるんですがえっと引き続きと,としては n ケット,ケット n ケになるとこれが n の粒子と各粒子については h パーオメガになりますそうするとこの場合には フォートンになると自然的にはなるんですね。そしてこのケット円の場合にはそれが格子の円項がこの状態には入っていると考えてもよいです。